ゆりです。久しぶりにハイキングに行ってきたので動画にしました。目的地の眺めはこんな感じ。あと一息で頂上といったところがこんな感じです。今回行ったところはマオンシャンとシシ山のちょうど間にあるバッファローヒル、水牛山と 黄色の牛の山という2つの山です。出発の際にトイレに行きたくて村に立ち寄ったら、なんかスターフルーツがなっていました。木に実っているのを見るのは初めてです。あと特徴的な鳴き声の鳥がいて、近くには村を守る番犬もいました。左下が立ち寄ったトイレ。公衆トイレですが、新しく作られたもののようでとても綺麗でした。 村の周囲には畑が結構あって、こぢんまりとしていますが、いろいろ栽培をしていました。立ち寄った村、上から見るとこんな感じ。驚くことに屋上部分に結構ソーラーパネルを設置しているお家が多く、日本ではお家にソーラーパネルって結構一昔前に流行りましたが、香港では見る機会がなかったので、おっといつの間にといった感じでした。 さて、村から奥に入っていくと途端になんか雰囲気が山っぽくなります。と言っても、この辺りの水辺は結構整えられていますね。綺麗です。はい、アメンボがいました。なんか日本ではほとんども見る機会が私にはなくなってしまったので、なかなか嬉しい出来事でした。 畑をいろいろ目にしながら奥へどんどん進みますこのハイキング、私にとっては1年ぶりのハイキングですだいたい秋や冬に歩くことにしているのですが今回はスタートが出遅れてしまいましたお誘いいただけてグループハイキングなのでそこまで危険なことはないだろうなと思って歩いています なのでこんな風に、あ、カラス売りっぽいものが落ちているとか、キョロキョロし放題です。足元もこのように整備されていて、基本スタートなので上りが中心ですが、比較的歩きやすい。さて、この分かれ道がポイントでした。多分右側に歩くのが正解だったのですが、左奥へ進んだ私たちです。 実は最初のあのトイレに行った村に立ち寄った時点で当初予定していたルートから外れているんですよね次にたどり着いた村ではバナナがたくさん実っていましたお住まいになっている人たちの中にはお野菜分けます電話してねみたいな方もいらっしゃいましたこちらのお家で栽培しているこの花はローズヒップティーとかハイビスカスティーに一緒に入っているものだと私は記憶しています さて村を抜けてまた山道へ入りますと、今度は廃墟が結構ある場所に着きました。もうだいぶ草木と一体化しているので、結構な時間が経過していると思われます。香港のこういった山の中にある廃墟を題材とした写真集が確か出版されていて、確か続きで恐縮ですが、このお家も出てきていたような気がしています。 2階建てのこちらのお家、窓枠は一部残っていますがその他の部分はもうだいたい外側の石というかセメントというかプラスレンガみたいな感じになっています近くの水辺の端には年号1957が刻まれていました今回の目的地水牛山黄色い牛の山に向かう時または帰る時に是非訪れたいのがこちらの 藤の木、とても太くて有名です。緑が茂る時期にはまるでもののけ姫の世界のようになるとのことですが、同行した方によるとちょっと元気がないらしい。とはいえ、頭の上や目の前をくるくるとしたツルが飛び出してきます。よく見るとこの辺り、太い枝が切られていました。途中の部分も切られています。 誰か個人によってされたものなのか、もしくは管理上の問題で行ったものかはちょっとわかりませんでした。フジ、こんな風に枝の中にもツルがくるくるしてるんですね。いやー知らなかったです。さあ、マクリホーストレイルのトレイルコースの一部に加わりました。 加わったと言っても、相変わらず本来歩きたかったルートから外れていることには違いありません。途中、綺麗な白い椿が咲いていました。一重で可愛らしいですね。今回ルートを外れているので予定の約3倍くらい歩いています。 もう途中の花がなければこう気持ちがすさんでしまってなかなか大変です美しい風景をこのように見ることもできるのですがこれも実は迷って進んでしまった道そして目指していた頂上に行くにはこのような急な場所を上がらなければならなくなりました少し肌寒いかなと思って長袖そしてスパッツを履いていたので 手や足には影響はなかったのですが、なかなかに激しい道です。このように途中、辛い道ではなくお花を撮影することで、なんとか頂上まで来ることができました。シャーティーン、大胞の街並み、それからサ細君の街並みが見えます。先ほどの水牛山から次は黄色い牛の山に向かいます。 黄色い牛の山の三角点は登りやすいように足場がちゃんとできていて、こうして360度周囲を見渡すことができます。とてもいい景色。いやあ頑張って良かったです。先ほどここに向かうときにもポーズを決めている女性たちがいましたが、この山の周囲にはちょっと大きめの不思議な形の岩があります。 一番の映えるスポットには今回は行きませんでしたがそれでも何箇所かこんな感じで岩と一緒にお写真を撮るとなかなかないい感じになりますさて登ったからには次は降りなければなりませんススキの道をまずは進んでいきます香港でも12月になるとこんな感じにいい色になったススキを見ることができます 下り道。結構力強い葉っぱが道に飛び出してきています。足場はこんな風に石階段になっています。途中目を上げてシャーティンの方向です。私は下りの方が苦手だったので撮影はだいぶ割愛しましたが、ここを逆に上がっていたならば、それはそれでなかなかきつかったぞと思いました。 本日の動きはざっとこんな感じです。952メートルは多分 GPS のミスです。600何メートルが最高地点でした。さあお腹が空きました。近くのバス停のそばにあった団地に向かいます。なんか素敵な時計塔があるこちらの団地のこのレストランへ。 本当はヤムチャを食べる予定だったのですが、下山の時刻がだいぶ遅くなってしまったので、ヤムチャタイムは終了。ならば、お肉お肉お肉が食べたいということで、鳥さんとチャーシューをいただきました。その他何かこんな感じで美味しそうなものを出しているこちらのお店。時間があったらまた来てみたいです。もちろんお山もまた歩いてみたいです。 それでは、ハーチー議員、ゆりでした。